ちょっと目をね疑う出来事が起きまして、で今日ね2019年の2月14日、まあ、バレンタインデーなんだけど、なんかね今日ね僕が通ってる中央大学の経済学部の入試があったらしいんだよ。一般入試かな。で、まあ、そこの英語の問題の、まあ、文章の中にですね、なんかふざけた、まあ、ワードが入ってたと。まあ、ちょっと見てもらった方が分かりやすいんで、もう見せるんですけど、まあちょっとね、全然赤の他人の人のツイートなんですけど、山村智之君、中央大学の経済学部の英語で、捨て上げが1日で辞めた学校出すのやめろや、って書いてあって、これ画像をね、見るとですね、これね、まあ、英語の問題らしいんだけど、ここにね、リバプールジョムア大学、リバプールジョンマイユニバーシティ、イングランドっていうね、まあ単語がありまして、これ僕がですね3、4年くらい前にわずか1日で、まあ、中退し帰国してきた、まあ、大学なんですよ。イギリスの リバプールにある。で、そのなんかあんまりにもね、そのいやてか最初は俺あれなんだよ、もうこれ別にコラだろと思って、そのなんかふざけた視聴者が、まあ、俺にね冷やかして送ってきたんだろうと思ってたんだけど、なんかすごいメールとかツイッターでリプライが飛んできたのよ。もういろんな何十人っていうね、たくさんの人から。だからあ、これさすがに釣りじゃないなと思ってさ、もうそもそも俺中大の入試が今日あることもね知らずに、もう春休みだからさ、しこって鼻ほじって寝てたんだけど、寝て起きたらなんかすげえまあメールが来てるということで、まあ、ちょっとおったまげまして、でちょっとねこれについて僕思ったのはね、まあふざけてるよね、まあ散々ね、散々今までね、まあ僕の過去の動画見てもらったら分かるんですけど、僕散々今までですね中央大学とねバトルを繰り広げてきまして、まあ散々コケにされてきた、まあ自分としてはね、まあまあまた舐めた真似をしてくれたなと。ちなみに僕中央大学の広報室っていうツイッターがあるんですよ。まあ、中央大学の公式のツイッターにブロックされてるんだよね。ツイッターのアカウントが。まあ、今現在ブロックされてるか分かんないけど、おそらく今もまあブロックされてると。で、まあ言ってしまえば僕、中央大学からね、迫害された、中央大学に学費を払って、で、在籍してる、ね、お客さんにもかかわらず、中央大学からですね、迫害されて、もう除外された存在なんですよ。にもかかわらずね、こういったね、また舐めた真似をしてくれたと。これはもう尊厳をね、学生のね、尊厳を踏みにじるね、大罪ですよ、これは。まあさ、そんなにね、まあ、そんなにさ、俺のことがさ、気になるんだな。ちょっと、一緒に仕事しようよ。ちょっとさ、素直じゃないの俺嫌いなんだけどさ、そんなこんな周りくらいさね、伝え方しなくていいからさ、そんな俺のさ力が必要ならさ、ちょっと手組もうよ、中央大学。こんなんさ、俺当たり前だけど、今中央大学の入試なんて受けてないし、でぶっちゃけてると、まあ、入試に興味ないからさ、こんな伝え方されてもさ、視聴者の人が教えてくれない限りこんなん俺分かんなかったよ。そんなに俺のことがさ気になるならさ、いいよ、直接さ連絡してきてよ、メールちょうだいよ。そんなね、まあ俺もね、その、正直な話を言う、正直ね、ぶっちゃけると、まあ、そろそろね、手を組む時かなと。今までね、散々いがみ合ってきた、
犬猿の中であるね、自分の我が大学、自分の通ってる中央大学とですね、もういいんじゃないかなと、もうさ、もうね、もういいといい年なんだからお互いさ、あんまりね、いつまでもいがみ合って、うん、喧嘩し合ってても何も生まれないと、うん、無意味な殺生はね、人を苦しめるだけだと、僕もだんだん最近ね、やっぱ大人になってきてね、思ってきたのよ。でさ、もしね、その、まあ、君らがね、その気なら、僕ね、マジでね、中央大学のために、僕、一役買いますよ、本当に。今ってさ、まあ、なんか、いろんな YouTuber、まあ、大学生 YouTuber とか、大学に通いながら YouTube をやってる YouTuber の子たちとかってさ、なんか自分が通ってる大学とコラボじゃないけど、まあ一緒になんか仕事みたいな、広報、大学の広報に、まあ協力してくれませんかみたいな感じで、自分の大学を PR する仕事みたいなのをやってる YouTuber で、まあちらほらいるんだよ。うん。で、やっぱさ、ね、中央大学って言ったらさ、この男以外いないでしょ、もう。で、ちょっと視聴者のみんなに聞きたいし、で、まあ、中央大学のね、関係者、絶対見てると思うから聞くけど、今ね、今、中央大学の現役の関係者、別に学生でも教授でも何でもいいわ、の中で、最も影響力のある人間って、絶対この捨て上げでしょ。これに関してはね、絶対譲れんよ。まあ、すでに卒業したね、卒業生とかを含めたら、全然僕なんてまだペーペーですけど、今現在中央大学に通ってる、ね、現役の中央大生の中で、最も、ね、世界に発信力のある、影響力のある人物って、絶対俺だから、本当に。うん。今ってさ、やっぱインフルエンサー。インフルエンサーってさ、影響力のある人物っていう、まあ、ワードが、まあ、話題ですけど、中央大学の中で、ね、最も力のあるインフルエンサーは、絶対俺だから、本当に。これに関しては譲れんから。うん。だって、ね、絶対、今年のなんか中央大学の、入試の倍率、なんか上がったんでしょ、確か。よく見てないんだけど、なんか上がったか、もしくはなんか、俺が通ってる、小学部海外学科のなんか倍率だけすげえ上がったみたいな。なんかそういうのをちょっとちらっと見たんだけど、絶対それ俺の影響だからさ。うん。もうそれに関してはもう異論は俺もう一切受け付けないから。うん。でも君らも上がってるでしょ。中央大学のね、中の人絶対見てるでしょ。分かってるでしょ。この、ね、たった一人のね、どこにでもいるそこら辺のね、平凡な学生が世界を動かしたんだよ。日本の大学受験業界を動かしたんだよ。この影響力はもう無視できないでしょ。うん。君ら分かってるの？この、ね。君らさ、このね、この大学受験業界のカリスマがね、中央大学、商学部、会計学科に在籍してくれてるありがたみ、分かってるの？君ら。ねえ。まあ、俺もね、まあ最近さ、YouTube とか、まあ、ネットの活動、まあ、全然、まあ、人気もなく伸びしろもなく再生回数も取れずに、もう就職、うん、大学卒業したら就職して、まあ、つつましく生きていこうって、まあ、過去の動画でちょっと前の動画で言ってたけど、本当ね、なんだろう、そろそろ身を固める時期が来たかなと。安定した職業で、うん、もう普通に就職して安定した職業で、まあ親も安心させてやる時期が来たかなと思ってるわけよ。で、そういった中でさ、もしね、もし中央大学さんが僕にね、もう何でもいいよ、仕事何でもいいけど、中央大学の PR 活動、広報部でも何でもいいわ、として雇ってくれたら、俺もう、ありがたいことこの上ないよ、本当に。うん。
いやだから本当にね、本当俺あの今までね、あの過激な動画とか中央大学に対して批判的な動画出してたけど、あのあんなんね全部ね、あのやっぱ好きよ、嫌よ嫌よも好きのうちって、うん、もうそのいや好きの裏返しだから、そりゃ俺はね、誰よりも本当は誰よりもね中央大学を愛してるんだよ。じゃないとこんなね、こんな中央大学に関する動画なんて出しませんわ。本当に興味がなかった。本当の嫌いは無関心だからね。ああ、そう。好きだからこそ批判してるんだ俺。ああ、だからね、まあ、最近の動画さ、まあ、言っても最近の動画、あんま僕過激な動画出してないと思うんだよ。その、まあ、中央大学にね、喧嘩を売るような動画も出してないし、まあ、かなりね、あの、クリーンな動画で、まあ、やってると思うし。で、まあ、一応、あの、見てもらえばね、それ分かると思うんで、まあ、やっぱね、まあ、YouTube の規制も進んで、過激な動画は淘汰されるっていう傾向がね、進む中で、まあ、これからクリーン化はね、やっぱ、避けられないかなっていうのも僕も思ってるんで、もしね、もし、中央大学さんがね、僕に対して、まあ、企業案件じゃないですけど、仕事を振ってくれると、うん、言うなら、僕、受けますよ。受けるし、もう変なこと一切しないよ。うん。もう精神誠意、中央大学の PR 活動、ね、イメージ向上に向けて、もう全力で、ね、取り組ませていただきます。もう、本当一切変なことしません。うん。まあ、言ってしまうとね、まあ、僕、ちょっと前に、まあ、マイプロテインさんっていうね、まあ、プロテインの、メーカーの企業案件受けたりとか、あとまあちょっとね、この先もあの企業案件のスケジュールがちょっとあったりして、最近まあね、あの企業さんからですね、まあ、声をかけていただく機会が、まあ、結構あるんですよ。うん、なんでその別に中央大学さんだけは特別じゃないんで、もし僕に声をかけてくれたとしても、他の企業のね、方々もね、すごく僕のこと評価してくださって、お仕事をね、振ってくれてるんで、本当にどうすか？真面目に僕は、言ってるんですけど、中央大学さんがもしね、僕に企業案件とか振ってくれるんだったら、格安で受けます、本当に。なんか前はね、過去の動画でふざけて、年俸1億とかなんか言ってたけど、そうだから、本当、クソ格安で受けるから、うん。他の企業さんからもらってる報酬よりも、めちゃくちゃ格安で受けます。うん。それくらい僕、中央大学を愛してる。うん。前も言ったけどさ、本当に僕は中央大学が好きで、ね、二浪してまで中央大学を受験して進学したんだよ。本当、それこそね、大人気漫画、原始圏の舞台であったりとか、あとね、その、僕がね、本当その好きだった、ニコ生主のね、ぶちまけ祭りさんとかいたりとか、あとはまあ、その、2チャンネルの管理のね、西村ひろゆきさんとかね、がいたりとかね、僕ほんと中央大学に憧れがあって、それで、まあ、進学したんで。なんでね、本当に今までね、いろいろ散々いがみ合ってきましたけど、僕本当に真面目に、やっぱ YouTube だけで食っていくっていうのは厳しいっていうのは分かってるんで、やっぱり、なんかもう別の稼ぎ口というか、仕事を見つけなきゃなって本当に思ってるんで、もう本気で思ってるんで、メール、もし本当にその気だったらメールください。で、僕、動画ではすごいふざけてますけど、もう動画外ではめちゃくちゃ真面目なんで、まあわかると思うんですよ。まあ僕のことを多分あんま見たことないと思うんですけど、中央大学の学生さん生で。でも僕、授業とかめちゃくちゃ真面目に受けてるんで、多分、同じ授業を受けてる学生とかわかるんじゃないかな。まあ俺いつも変装してるから俺って気づかないと思うけど、俺めちゃくちゃ授業とか真面目に受けてるし、うん、すっげえもう毎回その教室の一番前の方で静かに受けてる。めちゃくちゃ真面目なんで僕。なんで安心して僕にメールください。本当にこれからはもうやめましょう、いがみ合うの。手を取り合って中央大学をね、再び栄光を取り戻しましょう。はい、以上です。